大にいらっしゃいませ。チョコボをレンタルするならまずレンタルパスを購入してくださいね。レンタル会員に登録しましたんで、レンタルチョコボを自由に使ってくださいね。
だおら。はい。チャンス、チャンス。見たか、俺の力。
動いていないようだ。登れるかな。余裕余裕。景色を楽しめばいいんだよ。何にもねえよ。ん？あるのはぶっ壊れたマコールだ。あ、そっか。バレットはこの辺りに詳しいんだよね。さあ行こうぜ。ねえねえ、マテリアは魔法が固まったものだって知ってる？ああ。つまり魔法炉があるってことはマテリアも。よっしゃ、張り切っていこう。ユーヒ、俺たちはもう仲間だ。勝手な真似すんな。あ？何でも許可が必要ってこと？そうだ。あ、そう。じゃあ歌っていいですか？あ、背中を噛んでいいですか？耳ほじっていいですか？ほじっていいですか？ねえ、いいですか？なあなあなあ、いいですか？あー、うるせえ！全部ダメだ！応募！応募！あ、よくそんな人と一緒に戦ってきたな。でも、いいところの方が多いよ。悪いところだよ。で、50みたいな。もう少し差があるかな。バツが45で、丸が55。ああ、いいわよ。アリス、大丈夫かな？ごめん、足重くて。少し休もう。でも急がないとマテリアじゃなかったクロマント逃げちゃうよ。そうだ、私が先に行って偵察してきてあげる。みんなは後から決めよ。じゃあ後で。後でじゃねえよ。心配だから私も行くね。バレット、なんだか様子が変だし。頼む。上で待ってるからゆっくり来てね。うん、ありがとう。
最近の登山者はマナーがなっとな。山の基本は挨拶だろ。お、あんたたちはちゃんと話しかけてくれるのかな。いやね、今日はいつになく登山客が多いんだが、誰も挨拶してくれなくてね。具合が悪そうな黒マントの男たちがいたから声をかけたんだが、無視されたよ。さっき登山のマナーがなっとらんよ。降りて。タークス、
んにちは。俺たちを追ってきたのか。はい。違う違う、こいつらジュノンで迷子になってたんだよね。回収して運んでたら急に騒ぎ出してさ、だから降ろすことにしただけ。どうして突然騒ぎ出したのか不思議だったけど、まあいっか、考えるのは私の仕事じゃないし。じゃあもう帰る？私と先輩はね。迷惑な働き者だね。急ごう、バレットたちが待っている。続いてヒュージマテリアプロジェクトの話をしよう。各種の魔航路で同時多発的に異常なエネルギー反応が検知された。各データを詳細に分析したところ、巨大な生命体が存在する可能性が極めて高いという結論に達した。おお、我が愛しのウェポン。古い記録にその名を確認した。星に危険が訪れると出現する怪物だ。体内に巨大なマテリアを内包する。いや、巨大なマテリアが生体化したというべきか。その存在を知って以来恋焦れ探し求めた。まさに星と生命の神秘。この手でなで組織のひだの奥まで調べ尽くしたい。この科学の目で。なんだ。今回のプロジェクトでその夢も叶う。ヒュージマテリアをこの手につかむのだからな。納得できないわ。ヒュージマテリアの人工生成技術はあと少しで実用化できるのよ。もちろんそれは知っている。このプロジェクトはあくまでも天然物の回収が目的だ。ビルのロビーにでも飾りますかな。マテリアなんぞどうでもいいが、抜け殻の方は私が引き取るぞ。ねえ社長、本当のことを教えて。ウータイが狙っている。それを先に言ってくれなくちゃ。はい、ですか、軍を借りるわね。精鋭を用意してやる。ルーファウス社長。なんだ。
プレジデントにはお答えいただけなかった質問があります。同じ質問をしてもよろしいですか？アバランチの活動に乗じたマコーロの爆破、続く7番街プレートとスラムの破壊、共にプレジデントはネオミッドガル計画の一部だとおっしゃっていました。しかし実際にはネオミッドガル計画の根幹をなす約束の地は見つかっておらず、正体さえ、うん、親父は年を取った、そして焦った。あの暴挙の理由はそれ以外にないだろう。いい機会だ。あの件に関しては私も疑問に思っていたことがある。なぜ誰も親父の強行を止めなかった？私は神羅カンパニーを変えたい。より高く、深く、広く、早く、強く、固く。親父と共に戦ってきた君らには大いに期待している。私には親父に見せた以上の忠誠を見せてくれ。はい、開けておくれ。エルミナ、ザックスだね。ああ。エアリスは？上に。うちに連れて帰るよ。あの家は神羅が見張ってる。何度か見に行ったんだ。もういないよ。向こうもそれどころじゃないんだろうね。でもあんたじゃ世話できないだろ。
いや、そんなことないって。俺ずっとクラウドの。できてないよ。見てごらんよ、エアリスの肌。カサカサじゃないか。それにこの汚れ。悪いね。置き手紙を見て覚悟はしてきたけど、やっぱりこんな姿見るとね。うん、車椅子を借りてきたよ。エアリスを乗せて、クラウドはあんたがおぶって、それで行けるだろ。ああ、行けると思う。それ、エアリスの。ああ、知ってるよ。あれ、エアリス？どうしたの？エアリス、エアリス！なあ、エルミナ。何だい？何が起こってるんだ？世界が終わる。みんな、そう言ってるよ。エアリス、ミッドガルってどっちかな。方角的には東だ。向こうだな。お母さん元気かな。俺が会った時は元気だった。心配してたけどな。親不孝だね、私。事情を話せば分かってくれるさ。説明大変そう。大丈夫？うん、いい汗かいた。偵察はどうだった？異常なし。ついでにマテリアもなし。マコールに着く前にとっつかまえたからな。ねえ、早くマコールへ行こう。クロマントたちはもうマコールに行っちゃってるよ。
わお。あれがコレルノコール。あのクロマントの人たちって何なの？シンラの犠牲者だ。へえ。じゃあ私たちウータイと一緒だ。え？どういうこと？ウータイはね、シンラにあちこち爆撃されて、街もみんなもボロボロにされて、その上インチキな条約を押し付けられたんだ。停戦はウータイも歓迎したんだ。ジジイたちが勝手に受け入れたんだ。昔から国のことを全部決めてて、みんなおとなしく従ってきたけど、こればっかりは不満爆発。そんな怒った国民が期待したのがグレン大佐とその仲間たち。元ソルジャーで脱走兵のサンバガラス。初耳だ。錆びついた足かせみたいなしきたりをぶっ壊してウータイを元気にしてくれたんだ。そこに大佐たちが信頼するスフール総督って人が合流して革命が起きたってわけで、暫定政府が誕生したの。革命か、やるじゃねえか。どうして暫定政府なの？本当の政府はシンラとの戦いが終わってから国民全員で選ぶものだからって。だからね、私たちは暫定が取れるように頑張ってるわけ。燃えるっしょ。どうしたの？置いてくよ。ねえねえ、
これ全部魔鋼なの？ああ。じゃあここにはすんごいマテリアがあるんじゃない？ドヒャーンってびっくりするようなマテリア。ん？え？え？何何？勝者を捕まえる？え？あんな大きなマテリア欲しくない？あれ全部私のものだよ。じゃあここでゆっくり考えろ。俺たちは先に行く。その言い方、また来るよウェポンちゃん。それまで元気でね。ウェポンって現れる。シンナが星を追い込んだってことだよな。つまりアバランチの主張は正しかったってわけだな。あ、そうだろう。ああ、でも危機の原因はシンナだけじゃない。セフィロスだね。うん、行こう、星を助けないと。返するぞ。俺も見せたよ。またね。もう一つタイム。どっちか。やったな。そこだ。そんな問題。you
ってるの？羽橋だ。下げないと渡れない。どうしよう。なんだよ。バレット、何か知ってる？あそこにある操作室で橋を下ろせる。どうやって行くの？炭鉱を通る。長いことほったらかしだから中がどうなってるかわからねえ。足下げてやっからちょっと待ってろ。おい、クロード、こっち来い。魔法の影響かもしれない。しばらく休んだ方がいい。クロードを休ませて私たちで橋を下ろしに行かない？そうだね。そいつで連絡するからよ。それまでゆっくり休んでろ。よし、そんじゃ出発。クラウドは任せて。クロマントの連中は川を泳ぐつもりらしい。我々は無茶をせず橋を渡ろう。少し休めば回復すると思う。
さねえぞ。やったね。おしゃれ。やせ。いい車だ。ジャンケンだ。それ。ロックモン。やった。そこだ。